皆さん、こんにちは。今日はテレビ報道のあり方について、特に話題の番組昼帯を例に挙げながら深く掘り下げていきたいと思います。近年、偏向報道という言葉をよく耳にしますが、これはもはや珍しいものではなくなってきました。しかし、実際にそのような報道に触れると、そのひどさに驚かされることがあります。今回はある番組の問題点について詳しく検証してみましょう。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。2024年9月24日に放送された昼帯の内容が、視聴者の間で大きな波紋を呼びました。特に注目されたのは、豪雨被害に遭った石川県の被災者女性への取材でした。被災者が崩壊した自宅をレポーターに案内している最中、スタジオの MC、めぐみとしあきさんが驚くべき質問をしたのです。地震と豪雨被害はどちらが大変ですか？この質問に視聴者は愕然としました。 SNS 上では即座に批判の声が上がり、最低の人間、こういう人間が安全地帯から司会をするクソ番組といった厳しいコメントが殺到しました。ある週刊誌記者はこの場面について次のように語っています。取材を受けた主婦のうつろな目が印象的で、見ていて言葉になりませんでした。MC がその様子を見ていなかったのか、よくぞその場面で地震災害と豪雨災害の比較を聞けるものだと、本当に神経を疑いました。何を聞くべきかわからなかったのかもしれません。しかし、事前にどういった人に取材をするか把握していたはずです。そう考えると、これは司会者失格と言わざるを得ません。しかし、めぐみとしあきさんの不適切な対応はこれだけではありませんでした。番組中盤からは、大谷翔平祭り上げタイムと呼べるような展開になりました。日本時間25日から行われるパドレスとのナ・リーグ西地区首位攻防3連戦が話題に上がり、出演者たちは大谷翔平選手のヒリヒリする9月という言葉を連呼し、ドジャースがマジック4で2勝すれば優勝だと盛り上がっていました。しかし、ここで重要な点を見落としてはいけません。昭和芸能。対戦相手のパドレスには、WBC 日本代表のダルビッシュ有選手と松井裕樹選手が所属しています。もしパドレスが3連勝すれば首位逆転となり、パドレスに優勝マジックがつく可能性もあるのです。つまり、日本の野球ファンにとっては、どちらを応援すべきか悩ましい状況なのです。ところが、めぐみとしあきさんはダルビッシュ有選手や松井裕樹選手の名前を軽く紹介するだけで、ひたすらドジャースの勝利を願うような発言を繰り返しました。ドジャースがスイープしたら困る、2勝すれば優勝、1勝でも終わればマジックが2となり、その後のロッキーズ戦は勝てますよね、とコメンテーターらに念を押すような態度でした。このような偏った進行に対し、あるスポーツライターは次のように語っています。確かに盛り上がりという点では仕方ない面もありますが、と苦笑いを浮かべながら、この日 MLB コメンテーターとして元レッドソックスの岡島秀樹氏が出演していました。岡島氏は首位のドジャースが有利だとしつつも、折に触れてダルビッシュ投手の名前を出し、ドジャース一辺倒の番組の雰囲気を和らげようとしている様子が感じられました。実際にメジャーでプレーした経験を生かし、過去の対戦成績だけでなく、9月に入って好調なパドレスを油断できない相手として、スイープの可能性も指摘していました。しかし、その度に MC のめぐみさんから反論的なツッコミを受けていました。この偏った進行に対し、野球ファンからは、平等に応援できないなんて、もしこれが政治なら大問題では、という怒りの声も上がっています。さらに、別の日の放送でも問題が起きました。9月27日、元放送作家の長谷川良品氏が SNS で、昼帯の放送内容を厳しく批判しました。自民党総裁選に関する特集で、投票用紙記入時の腕の動きと時間から誰に投票したかを予想する企画を行ったのです。長谷川氏は、プライバシーという概念があるのだろうか。気持ち悪すぎて戦慄、それをエンタメとして消費、こんなに明るくポジティブに放送されてもね、と苦言を呈しました。この企画では、
2018年の総裁選での裏話を紹介しつつ、今回の9人の候補者の名前を書く際の筆の動き方や記入時間を分析、さらにアナウンサーが実演し、その動作から誰の名前を書いたかを出演者が当てるクイズまで行われたそうです。長谷川氏の投稿に対し、全くその通りだと思います。ほら、高市さんでなく河野太郎と書いたんですよ。アホの見本みたいなテレビですね、といった同意するコメントが多数寄せられました。このような問題行動を繰り返す昼帯に対し、番組打ち切りを求める声も出始めています。過去の炎上事件を振り返ると、その背景が見えてきます。一つ目は2021年9月10日の八代秀樹弁護士の発言です。日本共産党に関する事実に反する発言が行われ、視聴者や関係者から批判が殺到しました。この影響はスポンサーにも及び、番組打ち切りの噂が広まりました。八代氏は番組内で謝罪しましたが、その対応がさらなる炎上を招き、番組存続への疑問の声が大きくなりました。昭和芸能。二つ目は、めぐみとしあきさんの進行スタイルへの批判です。リポーターとのコミュニケーションに対する不快感や、横柄な態度への指摘が多く寄せられています。こうした進行スタイルへの不満が積み重なり、視聴者離れを招いているという見方もあります。TBS 全体の動向も、昼帯の終了に影響を与えている可能性があります。新型コロナウイルスの影響で各局が番組制作費の削減を迫られる中、高額ギャラの問題が浮上しています。昼帯の場合、司会のめぐみとしあきさんや他の出演者のギャラの高さが打ち切りの要因となっているとの指摘があります。また TBS では他にも多くの番組が終了しており、視聴者層の変化や若年層へのアピール不足が原因とされています。昼帯も同様の問題を抱えている可能性があり、TBS 全体の方針転換が影響しているとも考えられます。いかがでしたでしょうか。今回は、昼帯の変更報道や打ち切り説について詳しく見てきました。番組打ち切りの背景には、不適切な発言や進行スタイルへの批判、高額ギャラ問題、そして何より視聴者の信頼を失う変更報道があると考えられます。視聴率は安定しているものの、これらの要因が番組終了の引き金となる可能性は十分にあります。私たち視聴者も、ただ批判するだけでなく、メディアリテラシーを高め、より良い報道のあり方について考えていく必要があるでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思っていただけましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。